ぞどうぞ。皆さんこんにちは、沼ってますか？ご覧いただきました映像は中盤フィルムカメラハッセルブラッド 500cm を使ったスナップ POV 動画でした。人生初の中盤フィルム1本分12枚のお写真をご覧いただきましたが、ここから先はボツカットというかシャッターチャンスを逃してしまったシーンを背景にしておしゃべりをしていきますね。ここね、猫ちゃんにちょっとストレスをかけちゃったみたいで逃げられちゃったんですよ、ごめんなさい。さて気を取り直しまして、ハッセルをいざスナップ撮影に持ち込んでみて最初に感じた感想は、これね、一眼カメラとは全く別の撮影体験でした。とにかくこのファインダー越しの世界がですね、ワクワクするんですよ。ファインダー開けてみましょうか。こんな感じになるんですが、この臨場感はどこから来るんだろうと考えた時に、簡単には撮らせてくれない敷居の高さだと思ったんですよね。露出もフォーカスも手動ですし、撮ってもすぐ結果わかりませんし、現像に出しても戻ってくるまで10日とかですよ。で、それを自分でデジタイズして初めてチェックができるんです。なんてこった。その工程にかかるランニングコストもバカになりませんよ。フィルム代と現像代合わせるとだいたいワンショット400円ぐらいかかります。だからこそ1枚も無駄にしたくないんですよ。設定ミスで露出オーバーとか手ぶれしてるとか嫌なんです。撮る前にめちゃくちゃ考えるようになったし、何を撮りたいと思っているのか、なんで撮りたいと思っているのか、撮ってみてこれは正解だったのか、残り何ショット撮れるのか、今日はあと何枚撮ろうかな、こんなことはミラーレスカメラの時は考えていませんでしたからね。そういう意味で便利を極めた現行品のカメラとは違う世界線だったハッセルブラッドの魅力にしてやられましたよ。さて今日の動画では左側にハッセルの写真を表示していましたけども、右側にも写真出してましたでしょ。これね、ミラーレスカメラで撮った JPEG 取っ手出し写真だったんですよ。露出系が搭載されていないハッセルブラッドに露出がシビアなリバーサルフィルムを突っ込んでましたから、初心者なので露出ミスる可能性があったのでカンニングさせていただきました。ただしカメラが2個になるということは重さが2倍になります。まあ、こんな感じでですね、先にミラーレスカメラで撮影して適正露出を探り当てておいて、同じ設定をハッセルに仕込んで撮影するという方法で写真を撮ってきました。ハッセルと同時にミラーレスを使うとですね、この現代技術の恩恵っていうのはもう本当に骨身に染みますね。いかがだったでしょうか。もうね、全然喋り足りてないんですけども、これからじっくりゆっくり時間をかけてハッセルブラッドの魅力とか中盤フィルムの楽しさっていうのは言語化していきたいなと思っています。今日の動画で出てきた12枚の写真、リバーサルフィルム1本分はブログにも公開しております。ブログの方が後で執筆したのでちょっと考えはまとまっているかと思います。おかわりご所望の方は下の概要欄のリンクから遊びに来てください。今後の動画でやりたいのは続きの部分なんですよ。デジタイズのノウハウがまだ手探りだったりとか、戻ってきたフィルムを枠に入れたり額装したりですね、ちょっとご覧いただけますか。背景が黒だと分かんないと思うので、ちょっと明るいところに持っていきましょうか。こんな感じなんです。
まあ、こういう撮影体験の先にある写真のアウトプットについて今考えているところなんですよね。まあちょっとチャレンジしてみようかなと思うところがあって、どんな写真にまつわるおしゃべり YouTube ができるのかっていうのはちょっと自分でも楽しみにしています。皆さん生温かく見守っていただければ幸いです。すでにこのハッセルには2本目のフィルムを装填しておりますが、2本目はせっかく作った POV のリグをもう使ってません。なんでやねん。まあまあその辺の話もお用意していきますよ。まあ POV 動画は3本目あたりでまたもう一回やろうと思ってますけどね。ということで皆さん、また次の沼でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。さよなら。